香川県立高松桜井高等学校は、香川県高松下非常町に所在する公立の高等学校。略称は、桜井校、桜井。高松桜井高生を指す場合は、桜井生。1995年に開校した香川県下で2番目に、新しい高校である。特色としては、3年生次に、個々の進度に応じて授業が選べる。 自由選択講座制が開校されていることが挙げられる。生徒が主体となってヒートアイランド調査などの環境改善活動に取り組んでおり、2012年6月に香川県内の学校で初めてユネスコスクールに認定されている。自由選択講座制とは、本校で採用されている特色ある教育システムの一つ。芸術家、地理歴史家、 理科を除いて1年次2年次は、おおむね各ホームルームごとに授業を受けるが、3年次には必修科目のみホームルームごとに授業を受け、その他の科目は、個々人の進路希望や好みに合わせて自由に選択できるというものである。大学受験に特化した授業や、趣味と実益を兼ねた授業など、様々なカリキュラムを受講できる。特色ある科目として、第二外国語。 強度の文学、日本の文化史、世界の思想、文化、被覆政策、フードデザイン、情報実践、トータルフィットネスなどが挙げられる。ただしすべての科目が毎年開設されているわけではない。上に述べたような科目は、受験に必要な生徒のための、英語通、数学通などの裏で、次第、短大、専門学校志望の生徒のために設けられており、生徒が集まらない。 第2外国語などは2005年、2006年と開校されていない。逆に2006年度のフードデザインのように生徒が2、3人でも集まれば開校される場合もある。なお単位は各授業ごとに認定され、その合計で卒業判定を行う。ありがとうございます。